元中日ドラゴンズ戦力外捕手、山下敦嗣が野球観戦中、次のように話した。山下、7-0?男性、オリックス、7回まで完璧に抑えられてます。山下、なんで打てないかわからないけど。男性、誰から?山下、村上正輝、名前が悪い。誰や正輝って、男性、なんで?山下、俺一人でホームラン打ったもんね。男性、村上から?山下、余裕。男性、これ絶対やれる。あの中ミドラでレギュラー取れなかった三流選手。誰か知らんけど、ヤクザ絡みありそう。キャリアハイが3本、通算6本プロ10年で16打点も上げた、盗塁阻止率1割くらいのドラ1さんやな。まともに活躍してないのによくそんなこと言えるな。育成上がりの回にレギュラー争い負けた野球人。おん、成績にちなんだ発言しろや。なんで頭に片焼きそば乗ってるんや。まあ戦力外になるのも妥当やな。品がなさすぎや。ドンキにいそうやな。我らの中二ドラで通用しなかった人が何を言っているんや。雑魚ってよく吠えるよな。いいぞ山下、もっとやってくれ。かあ懐かしいなわら。やっぱり、リスペクトが足りないわ。あやつぐと書いたな。香ばしい。中日での二軍生活お疲れ様やな。何も結果残せずにいつの間にかいなくなってたな。レギュラー争い瞬殺の戦力外の落ち武者さん、うるさいわ。かなり酔ってそうやな。酒は怖いな。これ酔い覚めたら血の気引くやつやん。山下は真面目に練習できたら、めっちゃいい選手やと思ったのにな。さほど活躍してないのによく言えるな。少なからず今でもファンがいることを忘れないで欲しかったわ。もう見ることはなくなったわ。こんな人やったんやな。結構好きやったのに印象変わったわ。普通に負け犬で可愛いな。阪神ファンだけど笑ったわ。これをドラ1で取った球団があるらしい。